久保さん、なんかあの、重大発表にコメントが入ってまして、土木作業員をやればいいと。ちょっとコメントを引用させていただきます。ありがとうございます。<laughs> <laughs> あの、まあ、若いですからね。24歳ですか。うん。そう。でも、あの、若いから何でもできるっていうのは、まあ、本当に一理あると思います。うん。年取ったらね。 でききないの増えてきますからねと。若いうちはできるけども年取ったらできなくなるっていうでも僕はいろんなお客さん見てるんですけど若かろうが年取ろうがやる人はやるっちゃやるんですよねうんだから今ねあの6 0六十何本の人が今ドリアク入ってねすげえ頑張ってるんですようんもはや若い人より頑張ってるみたいな で、今、その人もね、久保さん、FX やってるんですけど、今、あの、モニター募集したりとか、反応取れてるんですよ。まあ、これから、まあ、セールスとかも経験していくと思うんですけど、うん。逆に僕はね、若い、若い時ももちろん頑張れるんですけども、なんかその、ベクトルですよね。ベクトルがこう、向いてないと、結局、その、まあ、選択はたくさんあります。若いからね。 なんだけどもそのベクトルがどこなのと,とだじゃあ例えば若いから若いから1万個の選択があります申し上げますね若いから何でもできます仮に1万個の選択ができますじゃあ1万個の選択若いからといってできますかっていうとできないでしょうねだ結局あの1個なんですよ <laughs> まあ器用じゃなければね天才とか器用じゃなければマルチタスクでいきなり経験もないのに全部の選択できないんですよ だからやっぱ何かこの1個のベクトルを向けるっていうのが大事なんですかね。まあよく昔セミナーとかまあ講義でもよく言ってたんですけど、この、なんですか、この、ここがあって、こ,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 、まあ、こ,う,こういう図式ですよね。こういう図式があって、まあ、あのなんだちょっとでもベクトルを変える0.5でもベクトルを変えると、この最初の、まあ、こういうふうに行くと何も変わりませんと。 ベクトルをこうこっちにでも0.5だとそれか0.1だとする,とするでも0.1だとしてもベクトルを変えることによってこうずっとまあここの差はちょっと0.1しかないんだけどベクトルが変わってますでずっと行くと開きが出てくるってことですねでもベクトルが変わらないと何も変わらないしねうんだからその若いとか年取ったからっていうのはもちろん関係はあるんだけども若いからできるっていうわけでもない 逆を言うと若いから選択が多い。じゃあ何する,何するっていう迷いもあるっていうところですね。だから今、ネット系で言うならば、昔に比べると久保さん、今って無料の情報たくさんあるじゃないですか。情報はたくさんあるわけです。デバイスも昔に比べるとデバイスもすごいです。スマホもあります。5G です。今度は 6G です。スマホももうすごい性能です。選択いっぱいあります。SNS もいっぱいあります。 情報も無料で質のいい情報がたくさんあります。だけど稼げてるかっていうと、久保さんどうですかね。明らかに昔より情報の質、無料の情報の質も上がったし、デバイスもすごいです。今、フロッピーディスクのパソコンないです、はい。なんだけども、じゃあ稼げてる人増えてるのかっていうと、まあ、増えてないですね。僕の感覚で言うと。<laughs> 僕がネットビジネスを始めた時、さ、カスタマーサポートやってた時と同じです。 結局同じ理論なんですよね。目の前にいっぱい選択があると、やっぱできないですよ。うん、そう。だからまあ、あの、この若者が何か自分でこれをやるっていうのを一つ決めることができれば、まあ、分その岸田総理を襲うっていうことはなかったでしょうね。ただ、岸田総理を襲うというベクトルに向いてしまったんでしょうね。 それが違う方のベクトルであるならば間、まあ、違った人生を送っていったと思いますけど、うん、そう確かに若いからあ何でもできるかもしれないですけども逆を言うと若いから何もできないと選択が多すぎるっていうここがね超難しいかなと年取ってねすごく僕はあの、まあ、いろんなビジネスこうやあの見てきてやってきて うん、まあそこすげえ大事だなと思いますね。で年取ってから逆を言うとあのいろんなビジネス見てきたけど久保さんも見てきましたよね。まあ何個かネットビジネスの中でも何個かまあ転売とかもやってたんだろうし、まあ、今エフェクスやってますけどもうんなんかやっぱ情報発信が最強だなっていうふうに一つのベクトルはもう揺るぎないですねあ。これからも情報発信は続けますけど。 でもその情報発信が最強だっていうことがこうベクトル向けられないとまあこういろいろいっちゃいますよね。らしい。